皆様、こんにちは。溝上慎一の教育論、動画チャンネルナン、no. バー193。本日は、小崎誠一先生に、奈良県の教育デジタル化、県から市町村、教育委員会、学校をつなぎ教育を可視化と題する取り組みの報告をお願いしております。 え、小崎先生、こういう方ですね。奈良県教育委員会、えー、奈良県立教育研究所、教育情報化推進部主管、えー、そして大学でも教鞭を取っておられまして、えー、奈良教育大学、教職大学の准教授と、あのー、ま、文部科学省とかデジタル庁のですね、えー、ま、あの奈良県にとどまらず、あの、政府のいろんな有識者等の委員をされていて、えー、非常にこう、えー、ご活躍の先生でございます。私たちはあの奈良県の取り組みをですね、えー、まず伺って、そして自分たち で取り込めるところを取り込んでいくとあのそういう機会にしたいと思いますえそれでは奈良県の取り組みですねまずはご報告伺いましょう今ねあの奈良県でチャレンジしていることっていうのが2つあって一つはあの教育を可視化するっていうまあ教育データを活用するっていう言い方はよくしてあると思うんですけど、うん、もうちょっとわかりやすくいわゆる感と経験と気合の部分を、うんうん 確かできたらもういい意味で先生たちのやってることも正しいよねっていう話にもなるし、うん、そもそもデータをベースにやってないエビデンスなしでやってるっていうことなんかも整理できてくるだろうなということを思っていて、うん、まあデジタルトランスフォーメーション DX っていうけどまあデジタイゼーションがあってデジタライゼーションがあってでなんかその先にトランスフォーメーションが来るよねみたいなこう段階的な流れの中での理解じゃなくて ま、仮にデジタル化と言われることが進んだとしたら、どういうふうなことができるでしょうねっていうね、逆の流れで今ものを考えてみましょうっていうことをスタートに行けるんですね。はい、うん。そうするとすごくたくさん発想が出てきて、お酒飲んでも車乗れるよねとか、運転しないんでとか、ね、あの、そもそも車の免許なんかなくてもいいよねとか、そういうふうな デジタル化によって社会がどう変わるっていうことを積み上げ方でなくてっていうことにこういくと。世界中の人とつながるっていうことについては、まあ理屈上は可能になってきたし、それで、まあ誰もがどこからでも、あの、教育のコンテンツにアクセスできるっていうことも、まあ漠然と理解はできて、たくさんの人たちがやってるんだけれど、それは、 単純に今皆さんが示してるようなビッグクエリ使ったりとかいろんなデータ使いながら可視化してこんな風に使ってるよねとかこんなことと結びつけたら子どもたちの状況がこうだよねっていうようなこともできるしそもそも大事なのはこういうデータ化ができたとしてコンテンツが見える可視化されたとしてそれと今目の前でやっているリアルのことを リアルで結びつけるとしたらどうなのそうなってきたときに、まあ面白い傾向っていうか、先生たちがデータを活用するときにスッと乗ってくるっていうのは、もうリアルタイムでいろいろな物事がつかめることっていうところにすごくこう気持ちもいくし、特化されていて、つまり授業中に今目の前の子供たちがこうだよねっていうことを すぐに知ってその場で対応できるんであれば、もうぜひともいろんなデータを活用したいし、やっていきたいんだけれど、一旦なんか教育委員会がまとめて、それでなんか情報にして出して、それが返ってきて、皆さんこんな風に使ってくださいみたいな、そういう流れでは、なんかまあやらされ感があるのかなって最初思ってたんですけど、もうそもそも必要性を感じないというところがね、 目の前で私たちが欲しいって言ってから出てくるんだったらいいけど、あるから使いみたいにまた降りてくるんじゃないのっていうね、ものすごい違和感があるっていうのがよくわかって。今はギガスクールの運営支援センターといって、奈良県の特徴は奈良県全体で全自治体一緒になってサポート体制を作って、まあ、極端に言ったら、学校で何かあってこれ困ったよねって言ったら奈良県中の小中高校が 同じ一本の電話番号で問い合わせをすると、それでこうみんなを対応する。やっぱり県域で集めると自治体を超えるっていうのはすごい大きいことであって、標準化っていう言葉じゃなく、もういろんなことを共有する中で課題については恐れずにチャレンジしていって困ったところを助けましょうというのを県がリードしてもうやっちゃいませんかっていうことになって で、先生たちに何が届くのって言ったら、こうやって、まあ、アプリこんだけ使ってて、あの先生のクラスよく使ってるよねっていうことなんかも、もう見て、今奈良県中見て取れるんだけど、まだこれ取得はしてないんですよね。その許諾は得てるっていうか、保護者にこういうことを活用しますよとはもう通知は進んでるんですけど、先生たちの中でまだ必要性の声が上がってないから、それが上がった中でいろんなものを取っていきましょうっていうことになっていて、で、検疫のアンケートも、 今もう奈良県中の子供とか先生たちに一斉にアンケートを取るっていうことは、もう僕この瞬間でもすぐできちゃう。もう全員に協力してくださいっていうことはできるっていう仕組みをもう、仕組みっていうかまあ、ドメインの中でアンケート取れる体制を取ったので、あとはもう何をする何のために誰がするっていうことさえ決めればいけると。でまあ、見守りアプリとか言って、 まあ子供たちがね、立ち上げたときに今日どんな気分っていうようなこと、まあ流行りみたいにあちこちでやってるので、そういうこともやってみて、これもまあチャレンジですよね。やってみたらどうなのっていうことだし、場合によっては先生がね、出退金の完了をパソコンでっていうのもだんだんスタートしだしてるから、その時に今日の気分どうですかみたいな、まずは先生たちの体験の中から、自分たちのもこうなんだから、きっと子供たちもなんか取れるんじゃないかなと。 ただこれで何かがわかるわけじゃないので、今はもうとにかくこのアレンジしながら、こうだったらこういうことと結びつくんじゃないのっていうのをいっぱいやってみて、役立つことがあるのかないのかっていうのをこう探ってきてる。で、ダッシュボードの中ではアプリの使い方が、先生たちはどんだけ使ってるの子供たちはどんだけ使ってるのとかいうことが、どうやって役立つのっていう話もするし、 まあ、じゃあ、学年で分けてみましょうか。小学校の低学年と中学校高校でとか言ったらいい。もう僕ら想像してるよりやっぱり使ってるんですよね。あの、学校へ訪問すると想像以上に使ってないよねって確かになるんですよ。なんか全然使ってないよねとか、えー、こんなこともしてないのみたいなことがね、続々と起こってるように見えるんだけど、データで取っていったりとかすると、 逆に、まあ、使うところはもう日常でバーってこう使ってるので、これ奈良県の、これ全体ですよ。全体のところで言っても、やっぱ9割ぐらいの子は、とにかく何か触ってるもしくは立ち上げてるっていうのが、先生の意識とかに関わらずあるよね。だからこれちょっとチャットとか、あの、ミートがとか、そういうことについてはもう少し、これが取れるっていうところまで分かったので、これについては、 じゃあ、どんなふうにやっていくのかっていうのが、研究者の中でも、こう出てきたらいいか。で、フレキシスクールといって、か、あの、鹿児島の50教育に一応近いとこあるんだけど、先輩が後輩に教えるみたいな学年を超えてっていう、ね、あの、そういうことなんかも、含めて市町村を超えてやりましょう。で、それも、まあ、あの、県域のドメインの中でできるよねっていうことになっているし、 で、まあ先生たちの研修履歴っていうのも、まあ国が引っ張って今やってますけど、まあまずはポイント制っていうか、この研修受けたら、あの、しっかり研修は3ポイント。例えば溝上先生の講演は、これはまあまあ勝ち高いし、みんな、あの、一生懸命受けてほしいから、溝上先生の講演を受けたら5ポイントとか言って、<laughs> こういうポイントをこうつけながら、あの、評価にもつなげないし、履歴にもつなげないんだけど、まあまずは楽しんで、 自分でポイント、何ポイント研修っていうのことをやっていきましょうっていう。ね、そういうことを奈良県ではやって、まあ、端末は何,何がいいのかっていうことはまた5年前にやったことやけども、新たに、えー、もっぺん組み直しましょうっていうことで、発想としてはベースはこれは変えんとこうっていう話をこの前担当社会でしたんですけど、まあなんかこう教育委員会がトップにあって、 でそこでこう子供たちと先生たちが下にあってこうトップからいろんなこう流れていくっていうそういう山じゃなくて人数とか規模の問題じゃなくて子供と先生をどんな団体がどんな集団で支えていくのっていう支えていって一番上に掲げるようなイメージで共同調達はまあ内容をどんな勉強するのかとか 情報からどんな整備するのかとか、先生たちどんな研修するのっていうことを、この3点に絞って、共通でやるところは、みんなでもう、検疫でやりませんかっていう呼びかけをして、まあ、乗ったところとやっていくっていう宣言してるんだけど、前回は全部乗ってきたっていうことなので、結局は検疫がね、強制したわけじゃなくて、あのー、まあ、まとまって進み出したっていうことですよね。 もう一つの大きいテーマが、先生が緑の部分で全部用意して段取りしてたところを子供たちに預けて選択させて、結局は、なんていうの、教材っていう言い方から学習材っていう言い方に変えるだけでも先生イメージが変わるので、子供たちが自分で勉強できる素材としては、やっぱり学習材っていうような呼び方のイメージで、まあ自分たちで選んで自分たちでできるっていうのが理想ですよね、 っていうことをやっていく授業スタイルに変えたいと。で、そうなったら教員研修のあり方が、あの、まあね、子供たちと一緒に未来を作るっていうことのテーマなんかにしていったときに、じゃあソフトバンクと、あの、授業の動画を共有簡単に安心安全にできる仕組みを一緒にやってみませんかっていうこと。これまあ、スタートしてみたとこなんですけど、単純に言ったら、 今まで動画の活用っていうのは理想の先生の授業をみんなで見てそれで勉強するとかまあ YouTube で見て勉強するってそう,いうイメージやったんですけど今回ちょっと奈良で挑戦しようとしてんのは自分の授業を自分で見るっていうのがまあベースなので取って自分で見てみる先生だけは日常的に自分の授業をまず振り返るような環境がベースにしといてそれに基づいてじゃあ 友達に見せたいとかまあまあ今までだったらあの隣の先生からしかこう学べなかったいよいよそうじゃない環境を作ろうと思ったら動画で撮ったベースをあの元にしてやっていきませんかっていうことでこの大きくは3つで、まあ、自分の授業を見て授業環境を図りたいということを動画撮ってみる。で 上手な先生が、の授業を見てみたい。僕らみたいに、指導所になったらあちこち学校に呼ばれて行くんだけど、若い先生たちこそ、あちこち行って、本当は見たいところを。うん。ほんでまあ、去年の先生どんな授業をしたかっていうのを動画で残ってたら、指導書見てイメージするっていうより、も、ま、う、あ、パッとその動画早送りで見たら、授業の予習できるよねっていうふうなこととか、僕らでも、見に、学生見に行ってあげるときに、数限られてるので、行かないと、 見てあげられなかったのが、まあ、みんな一斉に動画撮ってくれたら、これ、時間さえあれば助言できるよね。で、友達同士でも見せ合いしたらいいよねっていう、こういう動画を使ったような、まあ子供たちもいつでもどこでも学びたいときにっていうのと同じように、先生たちもいつでもどこでもっていうことをしたい。仕組みとしてはね、県の自治体全体と僕の研究室なんかと、 ただこれ規模でかいので、できるだけあのたくさんのね、別に奈良だけっていうことじゃないので、いろんなところの地域とこう広げていったりしながら、こういう調査についても、調査も含めて、コンテンツ活用も含めて、みんなでやっていきませんかっていうのをこれ、奈良県の教育委員会全体で投げかけて、面白そうだよねって、じゃあギガの端末の整備も来年来るから、 共同調達と一緒にこういうなんか子どもたちの学び方っていうのもみんなで考えていきましょうよっていうところまでがちょうど今この7月に来てるこんな感じです。